はい吉田隆の教え方チャンネルです、えー、教員が週に何時間授業を持っているかということなんですけれどもね、もう私、担任している時代からね、多すぎると常々思っていたんです、えー。実はですね、特定非営利活動法人スクールボイスプロジェクトが、まあ、全国の教職員に対して、その持ち駒数について調べたんですよね。 えー、それを機にね私の YouTube チャンネルでも週に一体どれぐらいの時間授業をしているのかというのを調べてみましたなんとね週に30コマ持ってる先生もいるんですよねこれは明らかに多すぎますねということで今日は教員の持ち授業時数についてお話していこうと思います はい、えー。それではアンケートです。小学校の先生にお聞きします。今年度の週当たりの持ち授業実数は何コマですかということで、えー、回答数がなんと649もありました、えー。その結果なんですけども、26コマ以上が38%。 21から25コマが56%、20コマ以下が5%という結果でした。えー、ちなみにですね、えー、スクールボイスプロジェクトのアンケートですと、えー、26コマ以上が24%あ、それから21から25が50%ということで、えー、私の YouTube チャンネルを見ている方の方が、はるかに持ち字数が多いということが分かりますね。こうおそらくですね。 あの担任をされている先生が多いからじゃないかなというふうに思っています、教務主任だとか、ね、主幹になってくると、えー、授業実数ねあの、減っていく方が多いと思います、もちろんたくさん持ってる方もいると思うんですけどもね、はいえーまあ、いずれにせよです、ね、26コマ以上が4割近い先生だということが分かってきました。 はい、えー、今回はですね、非常にたくさんの先生から書き込みをいただきました。えー、とね、全国の実態を知る上でも貴重な、ね、報告だと思いますので、紹介させていただきます、えー。5年生で21時間持っています。空きが外国語、理科、音楽で計7時間あります。20コマです。1年担任なので、毎日5時間授業で25コマ、かっこ1000はありませんですが、 えー、教務主管軽減で5コマは講師にやってもらっていますでも実際はその時間隣の震災の授業を見たり講師といえども1年生なので私も T2 で入ったりとなかなか教務の仕事はできませんがと、えー、年度当初は23コマでした1級で、えー、途中に入る先生がいましたが題外が入らず現在26コマ音楽と家庭科を専科でも持ってもらっています。 です3月から授業内容が終わったから戻されるためすべてが担任が行うことになります2年担任で週6時間週16時間ですね週44時間26コマのうち書者を1時間持ってもらっているので25時間です隣のクラスと音楽図工を交換して持っています知的障害特別支援学級担任です週29コマです空き時間はありません 単純には20コマですが、時間調整で線下を削られることも多くて、講師の先生の都合で、時間割上は当てられる軽減もなかったりで、空き時間ゼロの週もあります。毎日6時間で30コマ。それ以外、読書10分間、ドリルタイム20分間が別にあります。小規模校で空き時間はありません。低学年も3日間6時間あります。えごめんなさい、週3日間6時間あります。 2年単に木曜6コマそれ以外5コマの26です、えー、空き時間なんてありませんとまあ非常にね大変だっていうことがこのね各組の方からも分かってきます、えー。現行の小学校の学習指導要領ですと高学年で29コマになるんじゃないかと思います。 えー、さらにそれにですね、クラブ委員会を始める入れると30コマになると思います。これもし間違っていたらごめんなさいね。ですからまあまあ、月から、ね、金まで全部6時間というようなことになっています。その中で何コマはね、えー、授業を持ってるかっていう話なんですけどもね、先ほど30コマっていうのはもう全く手すきの時間なしということですよね。えー、手すきの時間なし 本当に厳しいんですよ。私もこうやって民間に勤めてみて初めて分かるんですが昼休みって2時間近くあるんですよね。その間業務には一切タッチしませんですからねあの買い物に行ったりする方もいるしなんかね郵便局に行ったりだとかいう方もいるし、ね、あの携帯を見ていたりだとか動画を見たりして皆さんくつろいでいるんですよね学校のの先生にその時間全くありませんね。 どうしてもね行かなくてはいけない用事でね例えば銀行に行くというようなことでもね教頭にね許可を得てね、まあ、出してもらうっていうような。 状態です、えーね、午前中本来なら15分間休みがなければいけないんですけども休み時間だってねほとんど休めるっていうことはないんですよね、えー、私はですね大規模校にいたということもあってね1クラスの,あの子どもの数も非常に多かったですその中でねもういつも思ったのはね週にねごめんなさい毎日1回1時間手つきがあればねあの子どものノート処理だとか テスト処理がすごく楽なのにと思ってたんですけども、最後までそれは叶いませんでしたね。だいたい週3時間程度空き時間、えー。一番多くて4時間ぐらいでしたね。ですから、今で言うならね26コマ程度。当時はもう1時間少なかったと思うんですけどね。26時間程度は常に持っていて、これは本当に不満でした。本当にですね。 えー、もう空き時間にもね、仕事は山ほどありますから、ほとんどね、体を休めるなんてことはなかったですね。えー、よくね、小学校の先生のことをね、えー、小学校はね、短距離走って言われましたね、子供が帰るまで突っ走るしかないと、で中学校は一方はね、手すきが若干あるのでね、中学校はマラソンだと、まあ手すきは若干あるんだけれども、部活動で子供がね、帰るまで仕事ができないので、マラソンだって言われた。 というような言い方もあったんですけどね、本当にね、あの、短距離層の中でね、えー、空いた時間がないというのは本当に大変でしたね。まあ、せいぜいでね、お茶を飲むのが精一杯と、えー、その空き時間さえないというのが今、現状なんですよね。ともすとね、子供が帰った後、先生が残る、残った時間のね、えー、まあ、あの、 えまああの <laughs>、まあ、残業時間がね問題になるんですけどもその勤務時間内の働き方も非常に問題が多いんですよねでも最近ですと6時間で子供が帰りきるのがだいたい4時過ぎですね集団下校体制組みますからで4時半ぐらいまでに勤務が終わるともう事務作業の時間なんて全くないんですよねで今ね さまざまなね、働き方改革はやってはくださってはいるんですけどもね、こうやって見るとね、やはりね、もう教員の数を増やす以外の解決方法はないんです。でも全然この話がね、5題上がってこない。以前話をしたんですけどもね、あのー、私があね、教員になったときは1学級45人でした。えー、その後42年間、 歳入も含め42年間働いてきたんですけども、42年経って学級の定数は40に減ったと、つまり5人減っただけなんですよね。えー、本当にね、えー、このことについてはですね、行政に携わる方はね、ぜひね、考慮に入れていただきたいと思いますね。えー、本当に、えー、そう思っています。まあ、今回はね。 中止になっちゃったんですけどもね今のところ手立てがないですよねぼやき中止になっちゃったんですけどもねまあこういった実態をね、えー、知っていただきたいと思って動画にさせていただきました YouTube 動画とは別に「えー、吉田隆チャンネル」というホームページを運営しています毎月行っているセミナーの案内教科、えー、単元ごとの動画へのアクセスリンクなんかもありますのでぜひご登録をお願いします はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が役に立ったという方、いいねボタンをクリック、そしてチャンネル登録をお願いします。